登場です。メンバーは超生闘牛くん、ニッケ、ヤジロウ、ツノボン、クモックル、うなりくんと聞いてますが、あとは誰が来たりするのかな。お兄さん、伊勢のお兄さん、お願いします。拍手。さあみんな来て、CCB ご当地キャラバンドです。よろしくどうぞ。 CODOUCHI Love CODOUCHI Love 僕たちキャラクターでも何でもねえじゃないかよと思いの皆様のためにご紹介、自分から紹介するのもなんなんで、MC のお兄さんを呼びたいと思います。ヤポンスキー小林太博。どうも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 。急に、1曲目歌っていただいて、顔が落っこちたとこやつがいますよ。いや通常運転です。通常運転ですよ。行きませんじゃないよ、ね、
キャラクターの下着姿を初めて見ましたよ。いやいやいや、もうあっという間に何色でした？パンツ何色だった？パンツ水色でしたね、やっぱり水色でしたね。トーニュー君、お前豆乳って呼ばれてたな。もう次からもう顔落としちゃダメよ。いいね。はい、わかりました。じゃあちょっとキャラクターの紹介、まずはですね、 GCB47 ボーカル石田祐介さんです。さあ、そしてじゃあ順番に紹介していきましょうか。はい、まずは一番右側、カッパの、はい、皿をつけている、はい、こちら大阪府枚方市、はい、みっけちゃんでございます。お待たせしました。大阪府枚方市、はい、葛葉の宮商店街から来てくれた、はい、みっけでございます。はい、葛葉の宮商店街でございますね。はい、一度で覚えるのは難しいと。なるほど。さあ、そしてその隣、もう一匹猫がいますね。はい、こちら秋田県秋田市からやってきた宮次郎です。いや、お前の話をしてんだよ、宮次郎。お前の話をして、宮次郎はね、来月、再来月7月18日にですね、よじロックフェスというね、秋田県の秋田市、エリア長市というところでですね、よじろうというキャラクターと一緒に、はい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 、ロックフェスティバルやると、はいはい、石田さんも存じ上げてますね。ああ、そうなんですね。石田さんも、はい、僕も GCB47 で、出演させていただきます。はい、はい、ありがとうございました。じゃあ一緒に踊りましょう。さあ、宮次郎、その後ろにいますね。さあ、こちら、じゃあ石田さん、紹介してもらっていいですか。前に出ておいて、前に、はい、巣鴨地蔵通り商店街からやってきてくれた公式マスコットキャラクター、巣鴨です。よろしくお願いします。はい、あ、礼儀正しいですね。なるほど。はい、さあ、そしてこちら、はい、前に出てきました、千葉県成田市から来ました、うなりくんです。あ、なるほど。もうわきまえてるんですね、これ。もう非常に僕も通過ですからね。はい、ね、通過、あ、いいですね。まさか飛行機の友達ができるとは。そうですね。ジャガジャンって結構離陸してから着陸が早いっていうね。そういうことですね。さあ、そして先ほど、はい、勝手に舞台を独占していた、はい、パフォーマー、東京都渋谷から来てくれました、くまっくるです。さあ、こちらのキャラクターでお送りしてまいりましょう。ねえ、ねえ、あっ、扱いがなんか芸人になってきました、ね、なんか喋ってんですけど、この人、これ人っす。はい、秋葉原から来ました。え、何、秋葉原から来ました。秋葉原から来ました、朝鮮田中です。以上です。え、ね、ここにマイクやって間違えちゃった。ありました。さあ、このメンバーで今日はお送りするんですか。はい、せっかくギターを僕持ってきているので、はい、端からみんなのキャラクターの曲を歌って、僕にいろんなこの歌を作って歌っているんですよ。はい、なので僕の作っている歌をですね、はい、時間の許す限り聴いていただこうかなと。大丈夫ですか、はい、石田さん。この後、吹き船の方でコンサートがあるって伺ったんですか。はい、そうなんです。はい、ここで喉を潰して向こうのコンサートは中止になるっていう。ここで喉を潰して向こうのコンサート潰れた状態でやる。ああ、なるほど。ああ、じゃあね。歌手生命をかけて今日は、はい、もう今日はもう歌手生命かけてやってまいりました。なるほど。はい、わかりました。よろしくお願いします。さあ、まずは何の曲からいきましょうか。じゃあ何の曲からいこうかな。じゃあ、僕がですね、ご当地キャラクターの歌を最初に作ったのは巣鴨地蔵通り商店街のスガモンなんですね。はい、なのでスガモンの歌というのを聴いていただきたいなと思います。はい、わかりました。よろしくお願いいたします。じゃあ僕一回下がります。はい、よろしくどうぞ。みんな、コンサートはみんなで作るものですから、何をやったらいいかよくわかってるね。いくよ。テンポはね、大体ね、スガモンが出してくれる。このくらいで、はい、どうぞ。
何のバラードのようなそれそれぐらい。オンタンパリンスガモンです。よろしく。ワンツーワンツースリーフォー。タンバリンをね持ってるのを全然僕触れてませんでしたけども、はい、そうなんですね、はい、GCB47 って僕以外のメンバーが全員ご当地キャラクターで構成されたロックバンドが去年